キリスト教東方教会東方諸教会非カルケドン派正教会エチオピア正教会エチオピアの首都アディスアベバのイタリ生産者大聖堂エチオピア正教会の聖堂エチオピア正教会はエチオピアで独自に発展したキリスト教の教会であるエチオピア帝国時代は国教とされていた東方諸教会非カルケドン派に分類されるエチオピア正教会は サハラより南で唯一、植民地時代以前から存在する教会である。エチオピアのほか、世界中で、交渉3600万人の信徒がおり、全東方諸教会中最大の規模を誇る。キリスト像エチオピア聖教会の先代総主教、カトリコス、アブネパウロス。エチオピア十字架を持っている。タナコを船で渡る司祭エルサレムにある、エチオピア聖教会の聖堂4世紀に、 フルメンティがアクスム王国で布教したのがエチオピアにおけるキリスト教の始まりとされ、アクスム王国は333年頃にキリスト教を公認した。そしてエチオピアではイシス信仰、ユダヤ教教典、タルムード編纂以前のユダヤ教、それにキリスト教が合わさり、特有のキリスト教が根付いた。430年にコプト正教会の統制下に入り、 単性論を排斥した451年のカルケドン、公会議の結果、キリスト教の主流から分裂することになる。16世紀になると、エチオピア帝国が、ポルトガルの助けを借りて、ムスリムと交渉を繰り広げたことをきっかけに、イエズス会の宣教師がやってくるようになり、皇帝からもカトリックへの回収者が出るまでになった。だが、1632年にその皇帝、 ステニオスが退位すると、定位を受け継いだ息子のファシラダスは、すぐさまエチオピア正教会を復興させた。1959年にコプト正教会から分離し、独立教会となった。また、エチオピア帝国時代は国教とされていた。1993年のエリトリア独立後、一部がエリトリア正教会として分離した。 エチオピア聖教会の聖書は81巻で構成され、旧約聖書と新約聖書の他に、第4バルク書、エノク書き、ヨベル書き、第1から3メカビアン書、ニコビーニ1から3、マカバイ書きではない。といったエチオピアの聖書でしか見られない外典も含まれている。彼らのみ、旧約は全46巻で、新約は全35巻であることを主張している。 エチオピア正教会の信仰には、現在と煉獄の概念はなく、生体の儀式はドラム、鈴、ダンスなど、念入りである。単成論を取ると言われることがあるが、エチオピア正教会は、自身の教説を単成論とみなされることを拒絶しており、単成論教会を自称しない。カルケドン公会議の決定を承認しないことで、分離した教会であるため、より中立的な呼称として、非 カルケドン派の範疇が用いられる。同じ、非カルケドン派に属するアルメニア首と教会、シリア正教会、コプト正教会とはフルコミニオンの関係にある。また、ギリシャ正教系の正教会との関係は改善しつつ、ある。教会内には、アブナアッバリャコネヤコロタマリといった階級がある。各教会には、タッポットと呼ばれる、契約の箱のレプリカとされる、聖遺物があり。 教会内で最も神聖なものとされる。特徴的な習慣として、聖堂内で靴を脱ぎ裸足になることが挙げられる。エチオピアでは、一般の家屋に入る際に靴を脱ぐ習慣はなく、聖堂で靴を脱ぐことは家屋に入る際の延長線上にある習慣ではない。これは、旧約聖書ので、エジプト、オスマン帝国などのイスラム教勢力が強かった。 時代に迫害から性墳母教会を守護してきた。しかし、カトリック教会や東方正教会等の勢力が回復すると、教会の管理をめぐって対立し、正式な独立教会として認められてない。この前世紀から続く対立問題は、未だ決着がついていない。エチオピア正教では、エチオピア帝国建国の総古代イスラエル王の、 ソロモンとエチオピア女王の間に生まれたメネリク一水としている。ありがとうございます。